任天堂ダイレクトをご覧の皆さん、こんにちは、大谷翔平です。今回は僕と同い年のあのゲームを紹介したいと思います。こちらをご覧ください。任天堂ダイレクトをご覧の皆さん、大谷翔平です。じゃねえよダブル、多分一生聞けないセリフ出たな。指パッチンも貴重や。指パッチンまでしっかりやってる、貴重すぎ。多分今回の一番の瞬間最大速度、本人がこのセリフ言ってるのおもろすぎ。忍耐で大谷翔平見る機会とか多分一生ないぞ。ディズニーに大谷翔平までも取り込んだ忍耐は偉大オブ偉大。この動画見たらパワフロに大谷翔平出てきて、これ以上ないプロモーションやな。忍耐で大谷翔平が出てきて、僕の同い年のゲーム。続いて、パワプロ30周年という画面が出てきたけど、大谷が30歳になるとは全く知らなかったダブル。まだ20代の肌してるやん。パワプロもいいけど、そろそろパワメジャ復活してくれてもいいのよ。大谷、カーショー操作したい。これが一番面白かった忍耐。忍耐に出るためには任天堂の重役になるしかないと思ってたけど、大谷翔平とかになれば出演できるのか。任天堂の重役とメジャーだったらメジャーリーガーの方が現実的かもしれないな。忍耐見てたらいきなり大谷出てきて、いきなりパワプロ新作を発表してきて、いきなり帰ってった。海外の任天堂ダイレクトはパワプロ発売されてないから大谷翔平来なくて、丸太小屋民が腰の炎を燃やしてそう。